皆様、ま、こんにちは。国際天文学連合国際普及室、略して IAUOAO のコラボレーターの続きです。国立天文台の広報でもあります。IAUOAO では国際光例を記念してダークアンド d ワイ i e t s k というプロジェクトを進めています。本プロジェクトでは光がいに関してのインタビュー動画を公開しております。本プロジェクトを通して光がいとは何か、 なぜ空の環境を守る必要があるのか、そういったことを考えるきっかけになれば嬉しく思っています。今回のインタビューでは3回にわたり、天文学者で整形写真家でいらっしゃる大西浩二さんにお話を伺います。第1回目の今回は写真を撮る上での光害の影響や長野の星空に関する活動について伺います。大西さん、本日はどうぞよろしくお願いします。はい、えー、どうも。 よろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、楽しみにしておりましたあ,あ,ありがとうございます <laughs> まずは自己紹介をお願いできますかあはいええー、私ですね、えー、大西というものですけどちょっとですねあのどんな写真撮ってるかあ、少し最初にちょっと見ていただきながらあ自己紹介、えー、させていただきたいと思いますあの実は私撮ってる写真というのはですね、えー、こんなふうにですね えー、星空と、えー、それからあの地上の風景を一緒に写すという成系写真と日本では言っている写真を撮っております、えー、この写真なんですけどあの実は月明かりの中で、えー、北アルプスがキラキラと考えていてですねその向こうに、えー、まあこれは夏の大三角形なんですけどねそれが沈んでいく様子です実は12月の様子なんですがここに一本の木があってですねこれが そうです、半年間経つとですね、えー、実はこんな風に桜が咲いて周りはですね、えー、春がやってきています、えー、雪深い日本の北アルプスにまだ山は雪はですね、いっぱいあってその向こうに、えー、冬のオリオンが沈んでいく、まあ、こんな風な光景に変わっていくんですさらにもう一枚実はこの撮影の時ですね実は月が照ってるんですけどこの月をですね、えー、見てみると まさに桜を照らすように春蘭マというねこういう世界観が出てきます。あの私ですねこんな風な星空と風景の写真を一緒に撮りながらま何、あ、て言いますか、えー、星空と私たちの関係宇宙と私たちの関係を表現したいと常に思っているものです。 あの私自身はですね、えー、国立長野高専のお実は教授をやってるんですが、えー、主にですね、えー、物理とかやっていますそれから研究の方ではあ実際に、えー、16マイクロレンズ、まあ、16マイクロレンズ効果を使った経外惑星探査とかですね、えー、やっていたりですねもともと相対論やってたもんですからあブラックホーの熱力学とか えー、まあそういうものもやってますが現在ではちょっと天文教育にすごく関わっておりまして、えー、長野県の天文の歴史をですね調べるとか、まあ、こういうこともやっておりますまあこれらの活動、えー、実はですね、えーまあ、大人になってからやってるんですけど私自身は実は4歳の頃から星空を眺め、まあ、10歳から星空の写真を撮ってるということでですねあの実はあ あ,あ、まあ整形写真家としては、あ,あ、もう40年を超える <laughs> 歴史を持っております。まあ最近では、あ,あ、いろんなあところで写真展をやらせていただいているというのが私の自己紹介になるかと思います。じゃあ、ひとまず開始しましょう。はい。はい、素敵な写真とともに自己紹介をありがとうございます。こちらこそどうも。写真を撮る際に光害の影響はどの程度あるのでしょうか。 あそうですねこれはですねやっぱりすすごく日々感じますちょっともう一度ちょっと共有させてください実は私ですねいつも星座を取りに行っててですね、えー、できるだけ暗いところに行ってます今ちょっとこれ見えてるね、えー、この写真はですね、えー、実は雪道を1時間歩いてまあ普通の方が行かない まあ実はですねこれはあの近くにキャンプ場があって夏は人が結構来るんですが真冬は誰も行かないような場所なんですけどねちょうどそのキャンプ場に行く入り口に1個の街灯があります今この街灯からですね1 0 0ートルほど距離離れてるんですけど空にはベガが輝いてるんですが1個の街灯よりもあベガの明かりよりも 一個の街灯の方がはるかに明るくて、えー、この地上を光光と照らしている姿がわかるかと思います。あの私星空を撮ってますのでこの星空のこの星の明るさを、えー、まあ一生懸命撮るためにまあ暗いところで、えー、光を当てながらまあ集めながら撮ってるわけですけどたった一個の街灯がですねこんなふうに実はある。まあこれを見るとですねやはり光害っていうのは あ実はいっぱいあるんだろうなと想像つきます例えばこんな星空の写真を見てくださいこれは日本の北アルプスから見たですね真正面やりがたけの向こうの風景なんですがまあ天の川が見えていいなと言いたいところなんですがこの黄色い色はですね実は名古屋の街明かりなんですねここから見るとですね実は距離は200キロ以上あるんですが山の上に行くと 標高3000メートル近いところでは、はるかですね、200キロ彼方の光、町の光もこんなふうに入ってくるわけです。まあ、こんなふうにですね、この日本に住んでいる間においては、えー、山の上に行っても町、えー、明かの影響はあ避けることはできません。実はこれ、私がですね、住んでいる長野市内の様子です。美しい夜景ですよね。えー、実ははこれはあのちょうど月明かりががあってですね、えー、山が 北ラプスの山々が見えてるところなんですが実は私たち日々こんな光の渦の中にいるということですまあそういうことで困ったなと思うのはこんな長野県ですね、えー、すごく明るいのかもしれないということで、まあ、私たちはですね、えー、実はこの仲間と一緒にですね今一生懸命長野県内って本当に暗いのかな とかいうことをですね、まあ調査したりしながら、実際にこの光害の影響がどんなふうに効くのかということをまあ調べたりもしております。まあこんな形でですね、あのー、私たちやっぱり光害っていうのはね、たった一個の街灯だけでもあれだけの影響があるんですが、やはりそれが街になり都市になっていくと、何百キロ離れたところでも影響している。まあそんなことで今ですね。 あの私自身が星空を撮り始めたのはこの光がいのために美しい星空が消えてしまうんじゃないかなくなってしまうんじゃないかというのがもともとのあ、まあ、あ思いなわけですね。ただ、まあ、今実際ですねフィルム時代にはもうですね日本国内で綺麗に写せる場所ほとんどなくなっちゃったんですけど今デジタルカメラによってですね多少光がいを、まあ、見かけ上カットして撮っている。 だから美しい星空のように見えるんですが実はその向こうにはやっぱり街明かり人たちの営み、えー、まあ逆と無駄な光もたくさんあるんだということをいつも気づかされていますありがとうございます一、はい、頭のガイドも本当に眩しいんだなというふうに写真を見て思いました、はい、大西さんは長野の星空についても活動されていらっしゃるというこですがどのような活動をされていらっしゃるのでしょうか 長野県というと、おまあ、日本の中心付近のですね、非常に山岳地帯ということでですね、実際に暗い星空があ,ーある場所です。実はこれ冬の風景なんですけどね、えー、月明かりと雨のが同時に見れるような、あこういう風景や、えー、ここはですね、えー、これ基礎町にあります、えー、東京大学基礎観測所の風景です、えー。こんな風に星空がいっぱいあって、この向こうにドームが見えてますが、 ここには現在、えーまあ、1メートルのシュミット望遠鏡なんですがあ世界最先端の巴御前という観測装置がついていて、えー、3時間で前天の星空を一気に観測できるというです、ね、そういう望遠鏡があ今あ毎日観測している場所です。それからこれはそうです国立天文台延山、えー、電波観測所なんですけどねこの真っ正面に見える4 5ルの電波望遠鏡はあ世界でも最大のミリ波望遠鏡です。 えー、実はここは星空が綺麗なだけじゃなくて電波で見ても非常に綺麗な場所なんですねあの実は長野県というのはあ日本の中心付近にありまして非常に高い山々に囲まれているエリアです標高が高いですから、えー、非常に空気も澄んでいて、まあ、美しい星空があるよというわけですねですから実は多くの研究施設があります えー、一つはです、ねえー、国立天文台、えー、延山あ電波観測所、それからです、ねえーまあ、東京大学のお基礎観測所、これは光学望遠鏡です。さらに、ねえー、JAXA のです、ね、薄田あディープスペースセンター、これはあまさにはやぶさとかはやぶさ2などがです、ねえー、と通信する通信アンテナがあるわけです。実は あ長野県にはです、ね、非常にきれいな星空と、それから、えー、電波で見てもおきれいな星空があるということで、こういう研究施設があるわけです。さらにです、ね、これだけではなくて、実は多くのプラネタリウムがあります。人口比率で見ると、えー、日本で一番多いんじゃないかと言われているんですが、あ各う町ごとにプラネタリウムがあります。それから公開天文台があります。さらに 実は市民天文同好会が非常に活発で、えー、各町ごとに、えー、同好会があります実はですね長野県がどうしてこんなふうにですね研究施設が多いんだろうなおといろいろ考えてみると100年にわたるですね市民同好会の歴史があることが最近分かってきましたまあそういうことでですね現在、えー、私たちはですねこの長野県 えー、この美しい星空をですね守りたいということで、ですね今あ、長野県宇宙県という言葉をキーワードにしたあ、まあ、長野県の星空を守ったり、あるいはですね、えー、長野県の歴史を勉強したり、あるいはですねあ星空を使ったツーリズムをですねプロモートしたりというようなことをしていたりします。 あの長野県宇宙圏っていうのはですね、えー、ちょっとこれ英語的にはなかなかあうまくうねあの感覚が伝わらないかもしれませんのでちょっと私ですねこんなふうにしてみたんですけどね長野・ The Prefectures to Feel the Universe、まあ、宇宙を感じる圏ということですけどね、えー、研究もあり、えー、自然もありさらにですね多くの市民の活動もある、まあ、これが長野県の良さかなっていうので、まあ、これらをね、えー、引っ張りながら実は 長野県の星空が本当に暗いのかとかですね、えー、それからあの本当に長野県って素晴らしいのかということをいろいろ調べながら最終的にはこの星空を守りたいと今思っているところですありがとうございますお兄さんにとって星空を見ること星の写真を撮る意味は何でしょうかはいそうですねあの私やっぱり星空 っていうのはですね、えー、私がどうしてここにいるかっていうことをね、まあ感じる非常に大きなね要因かなと思います。あの私がですね、あのいつも星座を撮ってる時にですね、えー、とにかく星座の世界を見ていくとですね、えー、実はこの私の身の回りがわかります。で、さらにですね、そうするとその向こうの天の川とか宇宙が見えてくる。 まあそういう中にいるんだななんていうことをするとやっぱり宇宙を知りたくなりますねどういう仕組みでなっているんだろうまあそういう中でいろんなこの世界の仕組みというのが興味を持ってきますところがですねこんな風に見ていくとあれ私たちこの、えー、太陽系とかそういうものがごく普通にあるのかなまあそんなこともちょっと気づきます あの私自身、そのね、ケンが惑星を探したりしてたもんですから、あのまあ、宇宙人がいるかなとか、そういうことも興味あったりするんですけど、こういう関心はやっぱり外を見ることによって、えー、出てきます。ところが、逆に言うと、そういうものを考えると、この地球っていうのがですね、やっぱり非常に特殊な環境だということに気づきます。要するに、知れば知るほど、私たちがいるこの地球っていうのは、 非常に宇宙の中でも珍しい。まあこんなふうなことが実は見えてくるわけです。それだけじゃありません。そういう地球の中に私たちがあー生きている、私自身がですね、実際に生きてるというようなことはですね、本当にあの奇跡的なことだと知れば知るほど思うわけです。私はよくあの星空見に行った時に森の中に入って動物の声を聞いたり、えー、まあ川の流れやあ波の音を聞いたりしながら、 そういういことを聞きながらですね私が何でこんなところに生きてるんだろうどうして宇宙をこんなにね見たいんだろうと、まあ、よく思うわけですが、まあ、こういう世界っていうのがあやっぱり気づかしてくれる重要なことなんですけど私たちがどうして今ここにいるかっていうことの気づきっていうのはやはりこういう星空を見るあるいは星空をね撮影するためにはあ一人も暗いところに行かないといけない、まあ、こういう行為が一つあるかなと思うわけです。 まあそういう意味でですね、私自身は、この星空を見たり、撮ったりすることっての意義としてはですね、えー、実は私たち自身の実は環境を知って、私たちがどうして生きてるか、まあそんなことをですね、えー、ある意味では気づかしてもらえる、まあそういうものかなと思います。まあ現在、SDGs なんてね、よく言われてますが、まさに星空を見る暗い環境をですね、えー、保っていくっていうのは、 一つはこういうものにかかるかなと思います。ということで、えー、まずですね、最初の話ですが、私がいつもこんなふうに星空を見ながらあ考えているよということです、はい。ありがとうございますあの。星空の写真から、私たちの環境や宇宙など、いろんなことが考えられるんですね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。あどう 以上で第1回目は終わりにしたいと思います。視聴者の皆様、はい、ご視聴ありがとうございました。第2回目のテーマは整形写真の撮り方です。よろしければそちらもご覧ください。